はい、どうもこんにちは、こんばんは、ラウンドでございます。今日はですね、まあちょっと以前からねコメントでもまあちょこちょこあったんですけど、あのバイクについて、ちょっとお話ししようかなと。結構前にそのなんかもうちょっとこうなんだろう、ミッションのなんかバイク欲しいなみたいな話して、でそれからなんていうのかな、もうちょっと車の車検とかがあったんで、まず車をちょっとこう変えないとってずっとそっちの方が優先してたのかな。その間にもコメントがね、あのたまにポロポロっと来るんですよ。バイクどうなったんですかみたいな、買わないんですかみたいな、という話です。まあ、とりあえず車買いました。車はね、まあ、買い替えて、プリウスに買い替えて、車検もまあありますんで、まあまあそれはまあゆっくりね今後触っていこうかなと思うんですけど、バイクも確かに実際欲しいなと思ってます。で今乗ってるのが2018年の PCX JF81 という形式で、あのスマートキーなんですよね。スクーターなのにスマートキーっていうね、こんな感じで、ホンダドリームのとこで買ったんでこういうのついてますけど、で、まあ、乗っててすごく、まあ、先日もねオイル交換してまだこんだけしか走ってないのかと思いきや、うんっていう想像より走ってないじゃんっていう、いや走るのはねこうちょこちょこ乗ってるんですよ。なんていうの、もう今は寒いから夜はちょっと極力乗らないようにってなったんで、まあ、昼間とかのなんか天気がポカポカした日に乗ると、でなんかねやっぱ乗ってて若干物足りないなっていう感じがありまして、やっぱ昔ねやっぱずっと乗ってたバイクがやっぱペケジャール400っていうのが約2年近くかな、2年まではないけど2年近く、もうほぼだって車免許取る前に乗ってたんで毎日乗ってたわけですよ。まあスクーター買えばそのなんだろう、気持ちがこうまたこう戻ってくるかなと思いきや、なんかこうちょっと違うんだよねみたいな。やっぱ当時はこうねブーンブーンってこうミッションの切り替えとやっぱそのエンジン音マフラーとかそういうのがあって、やっぱ当時のなんかこうバイクのなんかイメージがそのまままたこうスクーターで戻ってくるかなと思いきや、なんかやっぱ思ったのとちょっと違うっていうのが正直な感想です。正直なる足としてはすごくいいんですよ。 PCX 燃費がいい、まず燃費がいい、リッター50キロ走ると。で他には荷物がもうめちゃめちゃ入る。後ろにやっぱボックス、シャドウの40リッターのボックスつけてるんですよ。でメットインね、メットインであれ確か27リッターぐらいじゃなかったかな、メットインで27で後ろのボックスで40入るんで、まあ、ツーリングに行くにしてもまあいいんですけど、なんかちょっと面白みがないっていうところがこれ正直な感想なんですよ。でシガーライターとかも全部ついてるんでオプション的にはすごくいいんですけど、なんか足りないと。でそのメットインの27リッターもね、メット入れなくてメットもね横にかけるところあるんですよ。だからメットインマックスで入った状態でも一応メットをかけるところが角っこにねこうフックがあるんですよ。シートカパッと開けたらここにフックがあって、フックにかければメットインもフルに使えると。だからお土産とかめちゃめちゃ買えるしね、いいんだけど、でも物足りないっていうのと、あとなんだろう、こうちょっと遠出をするのに下道しか使えないっていうのがちょっと遠出ができない理由の一つになるかな、なるっちゃなるんですよ。高速道路はまず乗れないですよ。高速道路は 126cc 以上しか乗れないですよね。であと大分だと中九州道路っていうのは犬飼からこう竹田に伸びてるこう無料の高速道路じゃないけど、あれも一応 126cc 以上じゃないと乗れないっていう、そういうのがあって、なんかちょっと遠出したいけどみたいな、でもそういうね無料の区間は絶対使いたいから、うーんっていうところですね。まああとは他に誰も行く人がいなかったとか、まあそれも確かにちょっとあるんだけど、まあでもね、なんかこうバイクに乗っててね、なんか昔のこうワクワクの面白さっていうのが PCX だと出にくいかなっていう。普段乗りほんといいんですよ。ちょっと買い物に行こっかとかその辺だと全然いいんですけど、やっぱねちょっと 400cc とか250、まあ、中型免許っていうのは普通自動二輪 400cc までの免許なんで、まあ、乗れても400かなと。まあ前回のコメントだったかな、大型でも全然いいんじゃないですかみたいな、大型取って大型行きましょうみたいな、大型い
どうかなみたいな価格的なちょっとあれが出てくるんで、ちょっとそのうちまたね、なんかこういつか考えようかなって感じです。全然考えてないわけじゃないんだけど、そのうち考えようかなって感じです。なので今は250か400のこうなんだミッションタイプのやつがちょっと欲しいなっていうので、まあ、ずっと探してはいるんだけど、その、まあ、お値段がですねなかなかどうしてもこう、なんだろうな、お店の価格で見ると高いんですよ。相場っていうか個人売買するよりも倍ぐらい高いんですよね。今のところこう見てるのはやっぱ 400cc のネイキッドタイプっていうんですかね。まあ昔乗ってたペケジャールもう見てるんですけど、ペケジャールが高い完全に生産してないもんだから、最終の2007年のキャブレター、もうあれキャブレターで最後終わってるから、ペケジャールのやつとか見ててもやっぱね、どんなに安くても45万ぐらいとかですよ。でちょっと程度いいのになるともう60万みたいな、やっぱね、まあ、こんぐらい出さないとダメかなっていう、まあ、たまにねこうバイク屋さんに行ってエンジンを聞きに行ったりとかするとやっぱ欲しいなって思っちゃうんですよねただちょっと お値段が全然、60万って言ったらもうプリウスと大して変わんないからね。だからその辺がね、まあ、ちょっとこういろいろこうやってるとこですよ。ちょっとお店で買うと高いなっていうので、まあ、エンジンさえちゃんと動けば簡単な整備ぐらいで一応できるんで、なんてなんだろう、ブレーキのパッドを変えるとか、昔一回やったんですよ、一回だけどねあとブレーキオイルも確かに昔一回変えたとか、まあ、その簡単なねあれは一応できるんで、あとオイル交換かな、オイル交換は PGX でも先日やりましたけど、まあ、その辺の簡単な整備はできるんで、ちゃんとエンジンがなんかこう不具合があるみたいなのはちょっと修理はできないけど、なんて普通の整備ぐらいだったらまあまあ普通になんとかできるぐらいなんで、まあ、その辺でこう、まあ、不具合がない、ちゃんとエンジンがバリバリ動きますよっていうやつをこうちょっと狙おうかと思って、ヤフオクとかをちょっと見てたりとか、ジモティもちょっと見てたりとか、メルカリとかは、ね、あんまりこうあるっちゃあるけど、まあでもね、一番はやっぱねこう直接見に行って、まあ、先日の動画であの時見に行ったのが、実際にこう出品されて見に行って試乗とかもしてるんですよ。エンジンのフケとかね、一応エンジン全開に回してみて、あ不具合ないなとか、上が回らないとかね、なんか上が吹けないとかあったりすると、ちょっとエンジン関係が触りきれないので不具合があるとちょっとダメなんで、その辺はちょっとこうパッと見たりっていうのはしてるんですよ。まあ、その辺は絶対に、まあね、買う以上はやるんですけど、で、まあ、不具合がなければ簡単な整備やったらできるんでっていう感じで、最近こう、まあ、見てるのは見てますけど、なかなかね値段が値段がちょっとみたいなのがあってという感じです。で、まあ、今のところ狙ってるっちゃ狙ってるのが、まあ、250かさっき言った400の、まあ、ネイキッドタイプ。レプリカタイプってどうなんだ今、レプリカタイプって言わないのかな、スーパースポーツだっけ今、なんかちょっとなんか昔と呼び方が違うんだよね。昔はこうレプリカタイプで言うと、もう NSR とかね、RVF だったかな、なんか忘れちゃったな、 RVF だったと思うけど、400のねああいうやつとか、なんかめちゃくちゃ速かった記憶で、 NSR とかもバカみたいに速かったから、あれは恐ろしいSP 自分の知り合いが何年しちゃった、93年、 NSR250 の確か93年式かなんかのこうカード式あったんですよ、なんか鍵が。でなんかライセンス持ってる人はなんかそれでリミッターカットしてできる、そのカードキーみたいのがなんか別に作れるみたいな話でした当時に。でそのまあ要はカードキー、この鍵じゃなくてカードキーなんですよ当時で。93年とかです、93やったか4やったかその辺、95やったのかな、なんか分かんない、もう覚えてない、とりあえずカードキー NSR250 のカードキーの初代のやつで、でなんかノーマルタイプと SE タイプと SP タイプってあって、でその SP タイプ乗ってた人がいたんですよ、女性でね当時全然本人乗ってなかったけど、で乗せてもらったらまあビビるぐらい速い
テケジアルなんかもう話にならんぐらい速くて、あれはもうビビりましたね。ただまあ当時のあれなんで覚えてないけど、結構前傾がきつかったみたいな、なんか長距離はちょっとこれでいけないかなみたいな、なんかそういうちょっとイメージでしたね。あの辺はでもちょっと2サイクルとかなので、まあ手に入れたとしてもちょっと整備的にはすごく大変に、しょっちゅう乗らないとねあれだし、ちゃんとメンテナンスしてやらないとなかなかね、あの維持が難しいところなので、もうちょっと2サイクルはちょっとねあれなので、まあ普通の4サイクルで、考えております。はい、で、今考えてるのが、まあ、ネイキット、250ネイキットだと、バリオス2かな、バリオス2型っていうのかな、と、あとは、まあ、ホーネット。この辺がやっぱ一番、こう、欲しいかなっていうところです。バリオス1型っていうのかな、初期型だと、もうちょっとだいぶ古いのもあって、まあね、エンジンの内部まで結構見れりゃいいんだけど、見れないと、ちょっと維持が、怖いなといった感じですね。で、400cc、 250それだけです。新しいのは高いんで買えないから。で、 400cc はそうですね、まあさっき言ったペケジアルは多分まあ厳しいと思う、正直値段的にいろいろ見てるとね、他にはまあスーパーフォアかな、定番の、まあ、教習所で皆さん乗られたスーパーフォア、まあ、あれとは全然違うんだけど、あれは SFK かな、スーパーフォア教習所じゃないけど、なんか確かそんな略だったと思うんですけど、あれは、なんていうのかな、馬力がそもそも、あれ何馬力だ、30何馬力とかじゃなかったかな。教習所仕様って全然違うんですよね。あの普通のと。エンジン自体がそもそも VTEC もないし。でも最近はその SFK がなくなって、教習所もなんか全部、なんか一般の使用者と同じになるとかいう話は、去年ぐらいからなんかちょこっと出てたけど、まあ、実際ちょっとどうなんかわかんないですけどね。で、まあ、スーパーフォアで、まあ、あとはね、まあ、古くなるけど ZR だ、ね、なんだかな、 ZXR2 じゃないけど、なんか 400cc のあれやつあるでしょ、あの川崎の水冷のゼファーは高いんですよ、めちゃめちゃ高いゼファーとゼファー界ね、ゼファー、初代ゼファーは確か馬力が40何馬力じゃなかったか、2バルブなんで、でゼファー界になって53になったとかだったと思います。まあその辺は高いんで、まあまあ狙うとしたらスーパーフォアになっちゃうのかな、大体。まああれがまあなんだろう、もうほんとよく作られてるバイクなんですよね。当時も指令が一人乗ってましたけど、やっぱね水冷だし、空冷ね、昔のねペケジャールだと空冷だったから、なんていうのかな、あの夏があっちいんですよ、もうまさにこうなんだろう、エンジンのなんだろう、こう風で冷やすから、マジで夏暑かったっていうのを記憶にある。水冷だと、まあ、エンジンの熱はあるんだけど、やっぱ水冷である程度こう冷やすから、こう、エンジンの横から出てくる、こう、もわもわなりが全然違うみたいな。テケジェマジ熱かった。そういう記憶です。はい、スーパーフォア全然、いや、暖かに出るけどそんなにないよねっていう、当時乗らせてもらったあれで言うとね。はい。まあ、そんな感じで、まあ、ちょっと機会があればという感じで、今のところバイクの方は考えております。まあ、何がどう出てくるかパッと分かんないんで、まあ、出てきて、まあ、そのうち、まあ、近いうちもう冬になっちゃうからな、冬も昼間だったらまあったかいんであれだけど、まあ、今からちょうどね、あの紅葉の季節とかそういうのでまたちょっと乗るのにいいかなというところで、まあとりあえずバイクの方はね、まあ、一応考えてますという感じです。機会があれば買うという、ところです。はい、ということで、今日は以上でございます。ご視聴いただきありがとうございました。じゃあねー。